はい、こんばんは。というわけでね、中日ドラゴンズがなぜ勝てないのかっていうことをね、テーマにやっていきたいと思うんですけども、なんか荒れそうなタイトルですけども、まあ今日ちょっとね、フリップ作ってきたんでね、これ見ながらやっていきたいと思います。中日ドラゴンズはなぜ勝てないのか、立浪だけの問題じゃない理由ということでね、はい、やっていきたいと思います。まあ、なんでね、立浪監督が悪いって言われてますけども、僕はですね、僕は立浪監督が変わったとしても勝てないと思います。それはお金のがないとかではなく、お金の問題ではなく、その中日ドラゴンズの組織の問題として勝てないと思ってます。では理由をちょっと解説していきます。ちょっとこれめぐりづらいね。はい。結論から言うと、この球団は、立浪監督、歴代ね、ここ数年ずっと監督の役割がでかすぎると。なんかもう時代遅れの星の式、星の全権式を未だに令和の時代に取り入れてるから弱いんだっていうことをちょっと解説していきたいと思うんですけども、俺どういうことかっていうと、一般的なね、球団、ちょっと字汚くて申し訳ないんですけど、一般的な球団は、例えばオリックス、去年優勝しましたね。3連覇します。監督は中島監督。で、現場をね、仕切る人です。で、編成を仕切る人は福田さんです。トレードやったり、補強したり、ドラフトとかもちょっと見たり、コーチ人事したりします。で、外国人スカウトは、横田本部長って方がいるらしくて、その外国人とか、ドラフトをまとめてる方も、いらっしゃると。で、育成の方は中垣トレーナーっていう有名なね、トレーナーの方がいて、その人を中心にコーチたちがね、育成をするっていう、分業制になってるんですね。一般的な企業はどこもそうです。楽天とかはちょっとこの育成のところが弱かったりして、外部の方に頼んだりしてるんですけども、基本的にはどこの球団も、こんな感じで GM は GM の役割する。監督は監督の役割する。で、スカウトはスカウトの役割するっていう。お気づきの方もいらっしゃると、もうここまで言ったらわかると思うんですけども、中日っていう球団これ全部ピントがずれてる。中日っていう球団全部立浪さんがやってます。監督さんはもちろん立浪ですね。で、編成トレード、強打をトレードしたのも立浪ですね。コーチを呼んできたのも立浪ですね。外国人、キューバとかドミニカに飛んでます、立浪監督が。で、ドラフトも、1位渡来を決めたのは立浪です。で、ショートをかき集めてるのも立浪さんです。で、育成、我を意識しろとか、なんか育成に口出してるのも全部立浪さんです。で、すべて立浪さんがやってるんですよね。で、これ、ちょっと立浪さんの意思かと言われたら、そういうところもあるんですけども、基本的には歴代監督ずっとこんな感じです。例えば、与田さんとかもドミニカに飛んでたような気がしますし、森重さんもドミニカに飛んでた気がします。大体、この個数ね、ずっとこんな感じの体制が続いてるんですね、中日。はい。だから、この、立浪監督が仮にここ変わったとして、立浪の監督のところに誰が入ったところで、うまくいくわけがないんですよ。こんな重労働。誰がどんなに優秀な人がやってもうまくいかないです、これ、現代では。どうすべきか、なんでこの立浪監督の全権監督がやったかっていうと、星野監督が、歴代その、昔ですね、平成初期ですよ。その1980何年とかに、初めて監督になった時に、コーチは俺が連れてくる。落合はもう4人でトレードする。みたいな、すべてのドラフトもこいつ連れてきて、コーチこいつ連れてきて、みたいなの全部やってうまくいったっていうのが、中日の成功体験なんですけども、お気づきの方もいると思うんですけど、例えば日ハムのボス式っていうのがありましたね。エクセルで分かるような2軍で何打席立たせて、で、立たせれば育って、で、これくらいの数字が出て、これくらいの数字のやつはトレードするみたいな。エクセルで選手を管理するようなね。エクセルでっていうか、数字でデータを管理するようなのは、日ハムが2000年代にやりました。これは、結局、他球団も真似して、もう弱くなりました。ソフトバンクでありますね。3軍制を最初に敷きました。2010年代無双しました。でも、3軍制はもうオリックスも巨人も取り入れて、もう、ソフトバンクが特別強いかって言ったらそうじゃないですよね。だからもう2000年代、2010年代ですらもうこんな廃れてる流れが来てるのに、もう中日は、未だに平成初期の星の式を、まだ立浪監督でやってると。いうところが、
の中日の根本的な問題なのではないかと僕は思ってます。だから監督が変わっても無駄なのではないかと僕は思ってますね。だからそうですね、中日への提言としては、まあ、早く分業しましょう。あの落合 GM のような、まあ、年俸を減らすだけの、あのなんか形だけの、あの GM 制じゃなくて、ちゃんとした、まあ、石井 GM とか福良 GM とか、ああいうちゃんとした GM を敷きましょう。吉村 GM みたいな、その元プロじゃなくてもいいです。とにかく監督は監督で現場の仕事に集中させましょう。で、まあ、スカウトはスカウトで、まあ、あのそのドラフター専門の方を雇って、外国人はもう外国人スカウト専門の方を雇いましょう。じゃないと、まあ、弱いままなんじゃないかなって僕は、まあ、弱いってもはっきり言っちゃいますけど、まあ、B クラス多いので言っちゃいますけども、弱いままなんじゃないのかなって僕は思いますね。はい、これ次のページあんのかな。あ、ないですね。はい、というわけでこれがまあ僕が中日かドラゴンズが弱いというか、まあ立浪監督の負担がでかすぎる。立浪監督が批判されるんですけども、確かに全ての責任は立浪監督にあるんですよ今のところ。なぜなら外国人もやって、ドラフトもやって、トレードもやってるから。でもそれを全部立浪にやらせる組織そのものに問題があるんじゃないかってのが僕の意見でした。じゃあ動画は以上になります。以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは。